平野紫仕様、とべ加入後のイラスト投稿にファン騒然、キンプリ時代のメンバーカラーと岸優太の紫に対する期待。元キング・アンドプスの平野仕様が新会社、とべに加入してから、精力的に SNS を更新していることが話題となっている。最近、彼が自身のインスタグラムに投稿したイラストが、ファンの間で大きな騒ぎを巻き起こしている。 投稿されたイラストには、彼のジャニーズ時代のメンバーカラーを連想させる色味が使われており、特にキシユタの紫色について多くの期待と不安が渦巻いている。本記事では、平野紫仕様の新たな活動と彼のイラストに対するファンの反応について詳しく探っていく。平野紫仕様はジャニーズ事務所を退除して新たな舞台に挑戦することを選んだ一人である。 先月、彼が滝沢秀明氏が設立した新会社、飛べに電撃加入したことは多くのファンに衝撃を与えた。その後も彼はインスタグラムを活用してファンとのコミュニケーションを密にしており、フォロワー数も着実に増え続けている。2日に投稿されたイラストは、平野仕用の多彩さを再確認させるものであった。彼自身が、 タブレットで描いたというこのイラストには、シンク、ターコイズブルー、紫の色味が貴重となっており、それに背を向けた人魚が描かれている。これらの色味は、キンプリ時代のメンバーカラーを思い起こさせる要素であり、ファンたちの懐かしい思い出を呼び起こさせた。特に注目を集めているのは、紫の色。かつてキシユタが担当していたメンバーカラーであり、 彼のジャニーズ事務所退場後の去就が未だ不透明な状況であることから、ファンはこの色を見るだけで胸が高鳴ってしまうようだ。平野仕様はイラストに対して夏っぽいものを描きたいなと思ってなんか人魚思いついたから描いてた、とコメントしているが、その言葉だけにとどまらず、彼の心の中には何か特別な意味が隠されているのかもしれない。 ファンたちは SNSA でこのイラストに対して熱い反応を示している。平野紫仕様の新たな活動に対する期待と興奮、そしてシユうとの関連性についての議論が繰り広げられている。彼の未来がどうなるのか、そしてシユうとの関係性にはどんな意味が込められているのか、ファンたちはますます興味津々だ。平野紫仕様の新たなイラスト投稿が、 ファンたちの心を揺さぶっていることは明らかだ。ジャニーズ事務所を離れても、なお、彼の人気と魅力は健在であり、新会社、とべ、によってさらなる可能性が開かれていることが伺える。岸優太の、紫、という要素が投稿に含まれていることから、ファンたちにとっては、特別な意味を持つものとなっているようだ。今後の平野紫耀の活動に、ますます目が離せない。